人を笑顔にしたいなっていうのがあって、そんな中で、まあ、一つのツールとしてお酒ってあると思うんですけれども、それをこう自分の手で作ってみんなが笑顔になると嬉しいなっていうのはあるし、ちょうど今年2023年、創業200年を迎えます。でちょうど200年前に、我々の、まあ、祖先であった木内義平という人が、まあ、この地域で採れたお米、そのお米を使って、まあ、あの日本酒を作るということを思い立って作ったのが、まあ、創業の時だと。私がしているのは木内酒造の日本酒作りの部分になります。それ以外にも帳面をつけたり作業をしたり、あとはもうですね、日々1割仕込み9割掃除みたいなところはあります。高校卒業後、調理師学校に入り、飲食業に足を踏み入れた中村さんは、料理と切り離すことのできないお酒の重要さに気がつき、東京農業大学に入学。その後、木内酒造に就職したという。やっぱりね、酒造りって自分が想像していた以上にガテン系の仕事でした。やっぱり力仕事多いし、朝早いし寒いし、そういう面ではすごく大変だなっていうのもあったんですけど、人を笑顔にしたいなっていうのがあって、そんな中で、まあ、一つのツールとしてお酒ってあると思うんですけれども、それをこう自分の手で作ってみんなが笑顔になると嬉しいなっていうのはあるし、中村さんのように女性が酒造りに携われるようになったのは最近のことだという。本当それこそ20年30年ぐらい前まではやっぱり女性ってなかなか蔵には入れないっていうのはあったのは確か事実です。基本的には半年の間、要は住み込みで杜氏さんとか蔵人さんたちって蔵の中でずっと働いて行ったんですね、と昔は。そうするとそんな男だらけの社会の中に女性が入るのってやっぱ危ないっていうのもあったっていうのもあって、女性は入れない、やっぱりね、女性は女性特有でこう体調の変化っていうのがすごくあるので、そういうのもあってこう感じ方が変わってしまうから、でいろんなこう総合的な理由で女子はダメっていうのがあったみたいなんですけど、最近ではクラフトビールや日本酒、ワイン作りに女性が進出。メディアの積極的な後押しもあり、女性がお酒作りへ関わることへの偏見も減ってきている。で一番最初に、まあ、今日この作業に入れますけど、酒母っていう。で、酵母だけを純粋にこうたくさん育ててあげる。小さな仕込み。のところです。今日はそこのタンクに仕込みをするので、今すでにお水と麹と酵母と乳酸がもう中に入ってます。ここに蒸して冷ましたお米を入れて仕込みをしていく。とりあえず3つ、はい、
わりゆく時代の中で、日本、そして世界に愛されるお酒を作り続ける木内酒造。そこには、どのような思いや葛藤、努力があるのだろうか。最後に私たちは、木内俊幸社長のもとを訪ね、ものづくりをする上での経営者としての思いや、地域との関わり、そして今後の展望などについてお話を伺った。経営者としての考え方をしっかりして、ぶれない軸を作らないとものづくりはダメなんだよね。消費者のニーズだけで作ってると本当につまらないものになってしまう。だからそれはある程度こうとんがった部分があって、消費者のニーズってやつがあって、そのうまくそこのところのバランスを取るっていうことが一番大事なんですよね。木内酒造のお酒作りや飲食店の経営に使われる材料の多くは地元茨城で作られたものだという。そこには無駄をなくすというリサイクル精神に基づいた循環の工夫が見えた。まあね、その木内酒造のベースっていうよりもお酒作りっていうのはみんなね、循環型だったわけですよ。無駄をなくすということがお酒作りの理論だから、うん、今でも木内酒造のお酒作りには全てそういう、まあ、考え方で、地域にある穀物や果物やお酒の材料をお酒として作る。で、作ったさらにお酒として作った残りは、例えば有機物であったりとか肥料であったりとか、そういうものはきちっとまた次のリサイクルに回すというのが会社の理念としてありますね。そうするとここの地域で米を作ったり麦を作ったり果物を作ったりして、それを我々が加工をして人に売るっていうことはものすごく地域貢献なわけだよね。だからその地域で楽しむということと地域に潤うってことを両方しないっていうと、これからの企業はダメなわけだよね。200年の歴史を持つ木内酒造は、日本酒の製造から始まり、ビールの生産など時代のニーズに合わせた事業を展開している。では長い歴史を持つ木内酒造は時代を経てどのように変わってきたのだろうか。また今も変わらず大事にしているものとは何だろうか。いったものの一番大きいものはいろんなお酒ができたってことですよね。そうやっていろんなバラエティが増えてきた。これは時代の流れと同じ多様性ってやつですよね。で、変わらないものっていうのは美味しいものを作るってこと、地域と根ざして、まあ、地域に根ざしてものを作るっていう、この2つの姿勢は変わらないですよね、うん、古くからの伝統を持ちながらも常に革新を続ける木内酒造。そこにはそれぞれの形でお酒作りに情熱を注ぐ人々と、地域に根ざした経営の形を実現する姿があった。彼らはこれからも日本、そして世界に愛されるお酒を作るべく、移りゆく時代に合わせて柔軟に変化していくのだろう。